皆さんこんにちは。最近イルビーム好きにお前の動画なんて需要ないって言われてしまったゲーマースプランです。ということで皆さんこんにちは。はい、今日はですね、イルビームのディベロップメントブログ5月分ですねについて見ていこうと思います。需要あるよねっていう見ていこうと思います。はい、でまずね、イントロダクションとか、あとこのアーロンさんがね、このイルビームのランドセール6月上旬にあったじゃないですか。それの感想とか、その辺総括していたり、あと今後のイルビターズですよね、あとランドセール終わった後のそのイルビウムゼロですよね、のお話とかもしていたので、そこのところを見ていこうと思います。まあ、初めに言っときますが、結構ね、あんまり中身進捗なかったです、正直なところ。なので、あ、こんな情報あったねみたいな感じで、復習がてらって感じで聞いていただけるといいかなと思います。本当に新しい内容なかったんでね。まあ、ただそのイルビウムゼロの中身がどれぐらいね進んできているとか、イルビターズもうすぐかなとか、そういったような内容はあったので、ちょっとそこはね、フォローしながらもうお話ししていこうかなと思います。はい、でまずイントロなんですけど、まずいきなりアポロジャイズって書いてますね。これごめんなさいってことですね。ディレイ遅れてごめんなさいってことですね。何をやってたかっていうと、もちろん皆さんご存知の通り、ファーストランドセルですね。1回目のランドセルが行われたよってことで、まあ後ろの方にもね、ランドセル完売できてありがとうな、そんな話をねしてるんですけど、まあそれによって遅れてしまったよって感じです。なんだけど、彼らは We continue to push toward being the first AAA NFT game って書いてますね。AAA ですね。もうファーストタイトルですよね。これの NFT ゲームにするように、まあよりね推進していくよっていうことを、まあずっとやっていくよっていうお話もね、書かれています。はい、でじゃあ具体的にどういったところに気をつけてるかっていうと、まあ、彼らが結構開発で苦労していたところが、このアンリアルエンジンってやつなんですよね。でこのアンリアルエンジンって、あのエピックゲームズって皆さんご存知ですか。あのスクエアとかエピックとかいろんなゲームの会社があるんですけど、それのうち、まあそのエピックゲームズが出している、まあゲームのエンジンですね。まあゲームの構成を作るような、まあプログラムみたいな感じのイメージで持ってもらえればいいと思うんですけど、それのアンリアルエンジン5っていうのが、まあ最新なんですよ。アンリアルエンジン4っていうのが、確か2014年とか15年ぐらいだったかな、に出てるエンジンなんですけど、それの、まあバージョン5みたいな感じです。で、これをまあやってきたよってことです。まあ何を彼らはしているかっていうと、もうなんかテンポラルスーパーレゾリューションって書いてますね。もうスーパーレゾリューションですよ。もうすごい解像度を持ったゲームを作りたいっていうのとか、あとはねモーションワーピングですね。動きのワープですよね。こう動きがもうどんどん精美なものができてますよとか、あとフルバディオート IK ですね。フルボディのものを作ってますよって感じになってます。まあ何が言いたいかというと、アニメーション、サウンド、そして VFX ですね。こうしたものをもうとにかくもう向上させてきましたよってことです。まあ、なので映像美にこだわっているというものはスプランも散々言ってきていますけれども、そこのところが、まあ今後ね、まあより一層開発推進されていくっていうところは変わりないですねっていうのがここからわかります。はい、で、ここからは、イルビームのゲーム自体ですよね。まあ、このアンリアルエンジンのところもまあゲーム自体なんですけど、まあゲームの中身、皆さんが気になっているアリーナとか、あとオーバーワールドですよね。そこのお話をしていこうと思います。で、まずアリーナなんですけど、これってプライベートベータ2の対象になっているっていうことですね。で、下に書いているハイライトのところに、プライベートベータ2 should be ready soon everyingAny unforeseen challenges って書いてますね。もう、類見ない、過去に見たことがないような、まあ、挑戦をね、してますよってので、プライベートベータ2は、まあ、もうすぐね、出てくるよっていうとこです。まあ、で、下のところ、なんかいろいろね、まだ箇条書きあるんですけど、まあ、ここのところは、まあ、今後出てくる、まあ、すぐ出てきますよっていうことぐらいです。はい。なので、そこまで気にする必要はないかなって感じです。上の文章も読んだんですけど、まあ、そんなに大きなことは書いてなかったです。はい。で、オーバーワールドですね。こっちの方を楽しみにしてる人も多いのではないでしょうか。で、オーバーワールドもプライベートベータ2で出てきますよってところで、まあ、地方としては、クリムゾンウェイストですよね。あと、サンクタムメッサーのところですよね。あと、アビサルベーシンとか、いろんな地方あるんですけど、まあ、中でも、クリムゾンウェイストが、まあ、
中心になるよねっていうお話をしてきました。はい。で、そこのところもね、あんまり変わりないねっていうのが、まあ、今月のブログの内容でした。なので、本当にこの動画期待しないでくださいね。はい。でも、まあ、スプランのことを思って聞いてくださる人がいたら嬉しいです。はい。で、Our First Beta for Overworld is nearly ready っていうので、まあ、先ほどの、アリーナですよね。と同じように、まあ、準備はできてきてるよっていうところではあるんですけど、まあ、なんか、あんまり進捗ないというか、進捗はあるんだけど、まあもうすぐただリリースされるよっていう情報に更新はないよねっていうところでした。はい。で、ノートって書いてますね。We may decide to release Private 2 in two parts with Arena coming first ってことで、オーバーワールドとアリーナ両方来るよって話を今までしてきたんですけど、まあ、アリーナの方が先に出てくるよってことですね。はい。まあ、それぐらいは新しい情報だったような気がします。はい。そんな感じですね。で、アリーナが出てきて、じゃあ、オーバーワールドどんぐらいあるのって言うと、クリムゾンウェイスト is done ってことで、うん、まあ、クリムゾンウェイストはもうできてますよってことですね。まあ、except for 何々を除いてってあるので、some interaction bugs ですね。まあ、バグはまあ、ちょっとだけ残ってるっぽいんだけど、まあ、基本的には完結したよ。まあ、プライベートベータの、まあ、目的が、まあ、バグとかをね、まあ、検出して、それを修正するっていう意味合いもね、含んでいるので、まあ、そういう意味だと、クリムゾンウェイストはもうリリースできるような状態にはなってきているということになります。はい。あと、サンクタムメッサーですよね。is closing in on being complete. ことで、これは全然できてませんって感じですね。で、Shadow Valley Labyrinth and Crystal Shores are the only regions not blocked out, but we completed theideation of both ってことで、まあアイディアはできたよってことですね。まあ進んでないっすよって感じですね。はい。で、あとアビサルベーシンとブライトロンステピーズ are closing in on the reliable finish of Crimson Waste。 ああ、なるほど。クリムゾンウェイストを、まあ、終わってきましたけど、それと同じようなレベルで、アビサルベーシンとブラントランドスピーズは、まあ、進んできてるよってことですね。うん、なるほど。じゃあ、クリムゾンウェイストの次はこの辺ですよねっていうので、まあ、これもね、情報全然更新ないよね。いつもスプラの動画見てる人は、うん、あんま変わんないじゃんって思ってると思います。はい、というので、この辺が、オーバーワールドの進捗でした。あんまりないね。はい。で、続いて、イルビームゼロですね。ここ、すごい気になってる人いると思うんですけど、うん、イルビームゼロが、まあ、is underway っていうので、まあ、道半ばですよっていうの今進んでますってとこですね。はい。で、the game is ready for testing ってことで、もう、テストをする準備はできてますよっていうことですね。まあ、だけどまだできてませんってことです。はい。で、詳細はっていうのを見てみると、public alpha game、アルファだね。アルファゲームは、features implemented and tested って書いてますね。アルファゲームはもう大体できましたよってことで、インプリメンティと行われて、で、テスティとテストされてるよって感じになってます。うん、これどこでやってんだろうね。まあ、アルファだから、まあ、彼ら開発者がやってんのかな。なんかここはちょっとまだ情報が出てきてない気がします。はい。あとは、なんかこう、いろいろ見てみるんですけど、E2E って単語があるんですよね。ここだけちょっとお話ししていくと、よく、play to earn。プレイして稼ぐみたいな感じのこと言うじゃないですか。あれって P2E って書くんですね。P 数字の2で、あと Earn の E ですよね。で、これ E2E って書くと、これ End to End ですね。端から端までっていうので、まあきちんとゲームテストしますよっていうことの意味で捉えてもらえれば、まあわかりやすいんじゃないかなと思います。はい。で、そんなテスティングは is in progress ってことで、今進んでるよってことですね。で、including testing on multiple devices。で、これは、このテストは、multiple device ですね。二つ以上の、まあ、複数のデバイスでもできるかっていうのを確認してるよってことです。そんなことするかな？イルビームゼロ複数のデバイスでやるっていうのは、ランドをなんか複数持ってる人とかはこういうことするのかな？まあ、あり得るかもね。なんか、ランド1個を、こう、使って、その、ゲームするのに、まあ、だいたい1回10分から20分ぐらい、一区画あたりかかりますよって言われてるんですけど、まあ、ランドセルで複数ランドを購入してる人いますよね。そんな人とかには結構需要があるのかもしれないですね。まあ、なので、スマホで開き、まあ、あとパソコンで開きとかっていうのを複数台やるような人、とかは、まあ、使ったりするのかもしれないですね。はい。で、あとは WebGL ですね。これゲームローンチャーですね。いきなり略してきて、これ毎月ブログ読んでる人じゃないとわかんないね。Web ゲームローンチャーは Web Environment End-to-End Testing and Polish in Progress ですね。はい。まあ、こちらも、まあ、
絶賛やってるよってことですね。ゲームローンチャーは後でお話出てくるんですけど、イルビームには様々なゲームが用意されるってことになってます。今言っているこのイルビームゼロもだったり、あと本格的にリリースされるオーバーワールドの方とかですよね。あとアリーナの方とかも一緒に、開こう。一つの、ゲームのスタートボタンから始められるようにしようみたいな感じのイメージです。で、これは現状はそうじゃないですよね。イルビームのサイトに飛んでそこから辿るような形をしています。はい、イルビームのお話見ていきますけど、この右を見たらイルビームステーキング、イルビームベータ、プレイベータですね。あとイルビデックスとかいろいろあるんですけど、ここに多分オーバーワールドとかイルビームゼロとかそんなのが追加されてくるっていうようなイメージだと思います。はい。そんなことになると思うんですけど、それがもう本当に一括でスタートボタンでピッて、何々を選んでくださいみたいな感じで選べるって感じです。個人的には、そこまで、不具合あるかっていうとないような気もするんですよね。ただ、スプラン、プレイ、イルビームベータ、このイルビームベータ実はまだプレイできないという、YouTuber としてはあるまじき状況にあるので、ここ、実際にやってみないと、そこの経験、そのゲームのユーザーインターフェースのところとかは、あんまり感想は述べられないなと思っているんですけど、そこが出てきたらね、ちょっとお話はできるのかなとも思います。これはね、どうでしょうね。皆さん、やってる皆さんもいると思うんで、そこのところはね、ぜひ皆さん各々の感想を抱いているかなと思います。そういう意味だと WebGL あった方がいいのかもしれないですね。はい、そんな感じで、次イルビデックスですね。バージョン1のイルビデックスがコンプリートしましたよっていうので、ハイライトでしたビット&オファーですね、これ売り買いですねが機能しましたよ。あとはそのアップデートを実はちょっとしたよってことで、owned by 誰々によって所有されているとか、minted by 誰々によってミントされたよですね。だからランドセールでランドを買った人の、ミントした人。買ってミント、買ったらすぐミント始まったので、ミントした人ですね。買った人。あと、owned by ですね。これは今持っている人ですね。転売されてたりとか、そんなこともあるので、今持っている人ですよね。それが、含めて、きちんと出るようになってるよっていうことです。なるほどと思って見てみると、こんな感じなんですよ。これ、イルビームのイルビデックスですよね。で、デックスで、これ今、ランドの画面を開いてるんですけど、例えば、このランドが見たいって言ったら、こうやって詳細が出てくるんですよね。ここのランドはどんな資源が取れて、エレメント、フュエルが取れてってのあるんですけど、下のところですよ。今、マウスのカーソルがある、ここに、誰が、これを持っているかっていうのがわかります。あと、売り値とかもね、出てますね。バイカが 3.7862 イーサリアムですね。今どのぐらいかな？今1イーサー15万円ぐらいまで落ちちゃってますからね。なんで5、60万円ぐらいあれば、もうティア3は用意できるよっていう感じにはなってるみたいですね。なるほど。これね、イルビームゼロ、めちゃめちゃ脱線してるんですけど、イルビームゼロを見てみると、このイルビームのランドの価格って上がってるんですよ。で、これトレードの方を見てみると、買えるんですよね。で、バイナウっていうのを押してあげると、こうやって出てきます。ほら。で、ティア1が 0.4 イーサとかになるんですよ。で、これプライス、ローエストで、一番安い順に直してみて、で、トークンですよね。これを、イーサリアムで読み込んでみると、0.42 イーサなんですよ。これ、ランドセール直後 0.3 イーサぐらいだったんですよね。なんだけど、事実上安くなってるって感じですね。なので、安く買いたい人には、いいのかなとも思ったり思わなかったりします。当然、ここは投資になってくるのでね、額が大きくなってくると、自己判断でお願いいたします。はい。ということで、戻っていきましょう。で、今ちょこちょこ述べてきたんですけど、ランドセールのお話ですね。で、ランドセールに関しては、I'm so proud of the team ってことで、もうめっちゃチーム誇ってるぜって感じですね。で、ランドセールにやってくれてありがとうって感じです。はい。で、どんな感じのことを、抱いたかというと、2つ感想があるんですね。ここに今1ってあるやつと、下の方に2ってあるやつですね。で、1つ目は、show everyone groups of the immersion, we strive for ってことで、もう没入感をめっちゃ持ってやってるよねってのを示したんじゃないのっていうことが、書かれていますね。もうこれは、なのでゲームがめちゃめちゃ期待できてるよってことです。
うん。で、あとは、まあ、彼らが抱いてる思いとしては、これですよね。Illuvium is a universe we accept people to live in for decades って書いてますね。decade ってのは、10年ってので、複数形あるので、何十年って意味ですね。まあ、何十年も、まあ、人々が、まあ、そこに住むようなことを期待している、まあ、ユニバース、それが Illuvium だよってことが書かれているわけですね。はい。なので、まあ、そんな空間を作りたいよねっていうのが、まあ、彼らは必ず持っている。ですね。で、あとはもう一個ランドセルで、まあ見ておかないといけないなっていうのが、keep things secure and stable って書かれてますね。まあ、すべて物事を、secure ですね。安全で、ステーブ、安定したものにしないといけないですよねっていうところになってます。はい。で、何っていうと、これ DDoS のアタックですよね。もうこれセキュリティのアタックめちゃめちゃ来るんですよね。で、これが、まあ、もうめちゃめちゃたくさん、with is insane って書いてますね。で、これが、もう本当にたくさんの数 DDoS アタックがもうこのランドセル中にも届いたよってことですよね。で、これを無視していいのかっていうと無視しちゃダメだし、あともう一個懸念してるのが、このバイバトンですよね。買うというボタンですよね。で、これをオンラインに入れてるよっていうことなんですよね。で、どういうことかというと、これでボットが買ったらめちゃめちゃ嫌じゃないですか。なので、ボットというものが入らないようにしたいよねっていう世界を作りたいっていうのが彼らが考えていることみたいです。なんかあるよね、ステップンとかでも多分ボット働いてるんじゃないのとかっていう話あったり、うん、なんかやっぱ人気のプロジェクトをボット働かせて、なんか大量に買い占めて、なんか決まった価格で売り抜けるみたいなね、うん、なんか株式取引で言うと差し値注文みたいな、そんな感じのことをしてるような人がいるんですよね。なのでそういったのはやめたいなっていうのが彼らが思っていることっていうことでした。はい。ということでハイライトは、チャンチ1 successfully sold out ってことで、まあ第一セールですよね。これは完全に完売しましたよってのありがとうございましたって感じです。はい。で、この後来ると言われている次がイルビターズですよね。で、イルビターに関しては、Our next sale event is currently deep in development って感じますね。で、The audits are concluding as we speak and testing is underway ですね。まあ、オーディットがまあ今進んでますよ。ってことで、まあ、ハイライトの方を見てみると、オーディットはサブミッティッド、提出されて、アンドファイナライズですね。まあ、最終形態にされているよっていうので、レビューが進んでいるよってことになってます。まあ、なので、まあ、ほとんど、まあ、ここのレビューが終わったら、イルビターズが出てくる、そんな流れになると思います。まあ、なので、あとはもうここは待つって感じですね。イルビターのアバター待ちましょう。はい。そして、ローンチシネマティックですね。シネマティックのローンチは、まあ、ここは特にっていう感じなんですけど、まあ、モーションの向上とかね、その辺をしているよって感じです。はい。で、ゲームローンチャーですね。で、ゲームローンチャーは、先ほど言うと、あ、なんか、便利なものなのかもしれないと思った人いるかもしれないけど、これは、なんかすぐに出てくるってことは期待しないでね、っていうことが、まあ、書かれています。はい。なので、ね、これは、なんだろうね、なんかまた別な軸、時間軸で見といてほしいな、っていうことですよね。まあ、それが、まあ、ちょっと彼らの、まあ、思いとしてあるので、まあ、これが、まあ、早く出てこないというのには怒らないでね、っていうような、まあ、なんでしょうね。意味を込めて、まあ、ここの文章書かれてるね、っていう感じがしました。はい、そんな感じですね。はい、で、サマリーが最後にあります。で、まあ、一文目に何書かれてたかというと、彼ら一文目に書きたいこと書くんですよね。Amazon, the market is well done ってことで、まあ、マーケットが、まあ、縮小傾向にありますよね。もうイーサリアムの価格も一時期今年50万円ぐらいの時なかったですか。そこからなんか25万円切って1イーサー25万切ってなんか今15万円とかになっちゃってるっていうのは状況なんですよね。まあなんだけど、まあ We are still confident in your abilities ってことで、もう自分ら信じてるしやるよってことですね。まあ、AAA のゲームになるまで彼ら続けていくよってことなので、まあ、引き続きよろしくお願いします。はい。ということで、今日はイルビームデベロップメントブログ、開発のブログについてお話ししました。スプランも引き続きよろしくお願いします。はい。チャンネル登録者数が、まあ、地味に、順調にか、まあ、わかんないですけど、増えていて、2000人を突破しました。というので、チャンネル登録、まだの方にしていただいて、引き続き情報を追っていただけるとよろしくお願いします。チャンネル登録、ポチッとよろしくお願いします。お願いします。またね、動画良かったなという方は高評価押しておいていただけると嬉しいです。まあ、2000人超えてきたんで、あのね、ギブアウェイズをね、ちょっと考えていこうかなと思ってるんですけど、2000人じゃまだやらないです。3000人
まあ、やっても3000人かなか、あ、そして1万人かなを目指して頑張っていこうと思っています。これちょっと冗談じゃないですよ。1万人ちゃんと目指していきますので、もう5分の1は来たんですよね。まあ、なので、引き続きコツコツ頑張っていこうと思いますので、スプラの動画楽しみにしていただけると嬉しいです。また、チャンネルの概要欄の方、こちらにツイッターのリンクがありますので、スプラのツイッターのリンクを押していただけると、そちらで動画更新の情報とかね、出していくので、ぜひそちらの方から追っていただけると嬉しいです。はい。あとは、この動画の感想とかね、ツイッターで、まあ、スプラをメンションしていただけると、スプラもリツイートとかしていこうかなとか思ったりしていますので、どうぞよろしくお願いします。そんな感じで本日の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。本日もありがとうございました。